優香様書いてある。嬉しい。ちょっとね、今日はね、みちさんのちょっと余韻に浸りながらも写真集も見たいなって感じなんですけど、ちょっとお先に見させていただこうかなと思います。それでは、何気にね、初見なんですよね、見てなくて。なんかね、コンサートの後に見るとちょっとやばい。うわ、でもいいね。広島から始まりホテルかな。わお。ちょっとわおって気持ちにもなるけど、顔が綺麗すぎる。顔も体もだけど、本当にね、この人すっぴんでも全然変わらないから。うわぁ、良すぎる。これはどこだろう、尾道かと思ったけど違うか。なんちゅう格好で書道してるねん。すごい、もう美しい。やっぱね、本当にね、もうなんかいろんなラインが綺麗なんですよ。この輪郭もそうだし、この首のラインもそうだし、ウエストとかもそうなんですけど、いやー、かわいいな。なんかこういうのを見てると一つの歴史が終わった感じがしますね。ちょっと今、いちさんの写真集を見ながら余韻に浸ってます。あー、ちょっと私の写真集と似てる、この雪のショット。やっぱ雪はいいですね。メルティーキスの CM みたいな。で、ちょっとすくみずっぽいガチ泳ぎしてるみちさん。美しいね。こんな美しいってぐらい美しいんやけど。わお、なんかめちゃくちゃ納得の仕上がりって感じするね。皆さん見ました？もうぜひ見てください。本当に素晴らしいので。うわあ、ここら辺はね、先行カットは見たんですよね。 BLT のグラフ、 BLT グラフで。結構カット多いな。素晴らしい。ちょっと後でじっくり見ようかな。うわー、でもちょっと見ちゃう、どうしても見ちゃいますよね。あのさ、絶対これみちさんの私服で撮ってるやつ見つけた。絶対私服見たことあるもん。すごい、いいですね。なんか楽しそうで何より。皆さんもぜひ購入してみてください。いや、今日はね、みちさんの卒業コンサートだったんですけど、それもあるし、 ST48 の7周年記念でなんですよ。今日結成されたということで、明日からは8年目に向かって STU48 はね、歴史が進んでいくんですけども、いや本当にね、コンサート良かったですね。結構ね、私もなんかユニット曲とか出演させてもらったりとかして、まあ、ちょっとね、後でニコ生とかも見返してほしいんですけど、コンサートについても今日ちょっとだけ話していこうかなって思います。まあいろんなブロック、まあそれはね、映像で多分説明してたから、みちさんが曲についての説明することはないかなと思うんですけど、
私はね、あのみちさんと一緒に希望山脈をやらせてもらいまして、まひなさんとマイキューと私とみちさんで4人で希望山脈をやりました。と唯一の同い年組、今年25の代なんですけど、99年と00年の、同じ学年の同い年チームでやらせていただきました。本当にね、同い年が全然いなくて、でもほのたんさんがいたらほのたんさんもって感じなんだけど、上にも下にもね同い年がいないので、先輩にも後輩にも唯一のこの4人が1999年と2000年生まれで希望山脈をやりました。前前前更新曲、夢を休まないで、前前前更新曲、あー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 希望山脈、ドゥッドゥッドゥね。しかも自分らもリアルタイムでクレヨンしんちゃんのエンディング、オープニングかだったので、歌ってたのは伏線。私この間ショールームで歌ったんですよね。でもそれはちょっと練習しようと思って歌った伏線になったのかな多分みちさんが希望サミックすごい歌いたかったみたいで、でも私も歌いたいなと思ってたので歌えてよかったです。でね、その STU48 とブロックとかもあったりとか、練り歩きもね本当に久しぶりにっていうか、前回練り歩きしたのはツアー、あの去年のツアーでの千秋楽かな、ツアーの千秋楽で一回だけ練り歩きしたんだけど、今回もまた練り歩きすることになって、多分ね3期生とか 2.5 期生は初めて、しかも2期も1回しかやったことない、コロナだったから。本当にね後輩がまだ全然やったことなくて嬉しかったです。でも結構皆さんも喜んでくださったのかなって思います。3回にね行けなかったのがちょっと残念ではあるんですけど、1回と2回で撮影可能で、皆さん撮れましたか私の動画は撮れましたか。なんかもうツイッターでちょっとさっきエゴサしてたんですけどエゴサしたらすごいもう私のなんか目の前の人とかが上げてくれてたりとかして、結構本当にね至近距離で、はい、撮影できるので、撮影してたので、うん、まあカメコじゃない方とかもね、そのスマホでも撮影できるから楽しめてもらったんじゃないかなって思います。ちょっと行けなかったところもあるんですけど、まあでも結構なメンバーが行ってたのでね、楽しんでもらえたんじゃないのかなと思います。2階とかにも行けたのでね、なんか自分のファンの方を見つけることができてよかったです本当にありがとうございました。もうねなんかな泣くめっちゃ結構泣いたんですけど、最後の方かな、最後の方で本当になんかやっぱり私はみちさんのことがすごい好きなんだなって思ったし、一番でも涙が出てきたのはなんかあずみんが新キャプテンに就任するってなった時で、まあ昨日かな、リハの時にみちさんからみんなにね、あずみんが新キャプテンになりますっていうの報告があって、その時もね、まあ多分ツイッターに載ってる動画なんですけど、その時もあずみんの言葉が本当に素晴らしくて、もう自分の中で私もね、あずみんキャプテン誰だろうって考えた時に私もあずみんをしてたんですよ。で本当にその通りにあずみんがキャプテンに選ばれて、私はすごい嬉しかったし、なんかそのメンバーにね対して言った時のあずみんのね覚悟がすごかったんですよ。なんか
本当に覚悟を持ってキャプテンに就任してくれた たんだなって思ったのもあったし、そんなね昨日は本当にメンバーの前でしっかり喋れてたあずみんが本当にちょっとね今日そのファンの方の前で声を詰まらせてるのを見て、すごいやっぱりプレッシャーはねどうしても感じるんだなって思ったし、そんなねもうすごい後ろから見てて本当にねもうブルブルだったんですよ。マイクとかも本当に手が震えてたからブルブルだったんですけど、でもね、なんかそんな状態でもやっぱりこう言葉を発そうってする、ね、ちゃんと前を向いてファンの方をしっかり目線に捉えて言葉を紡ごうってする姿がもう本当に私は感動してもう本当にもうこの子なら絶対ステイホテイといい方向に導いてくれるなって思って、私はなんかそのねみちさんとあずみんが視界に映るところにいたので、よりねなんかもうキャプテン現キャプテンとね新キャプテンの2人の姿を見てたらねもうなんかエモくなって泣いてたんですけど、なんか後からメンバーに本当に親戚のおばちゃんみたいな泣き方してたって言われてなんかこんな感じだったよって言われて、ちょっと私はあの客観的に自分の姿を見てないから分かんないんですけど、親戚のおばちゃんを貸してたらしいです。でもねそうなるよ、だってそりゃなるよそうなんですよ本当に、うん、しその後ね、まあ、みちさんのね瀬戸里の選曲も素晴らしいんだけど、その後リセットなわけですよ。あずみんが新キャプテンって発表されてからのリセットだったんですけど、これね気づいた方いらっしゃいますかね。あのねリセットは 2.5 期と3期生がなんていうんですかねポジションが前なんですよ。で1期生の皆さんと2期のみんなとドラさんのみんなは横で応援する、本当に新しい STU を見てもらうっていう機会。私はねみちさんがね最後の曲でね自分のことじゃなくて本当にグループのことを思ってるんだなって思ったし、卒業メンバーだけ山台にいるんですよ実はみちさんと私とひなさんとみなみさんとあやぱんとももちゃんが山台の上にいて、でこれから残る現メンバーが平場にいるっていう演出にしてもらって、自分はねお前そのみちさんたちと一緒にずっと上から他のメンバーのことを見てたんですけど、本当にねなんかもう私は皆さんがどれだけ不安に思うと、私はね STU48 は絶対大丈夫だと言い切れますね本当に。しみんなが今そういうなんか、まあ、逆境を感じてるのかもしれないけどメンバーも、でもそれをどう跳ね返すか、まあ、赤兄さんとかも言ってたけど楽しめるような環境にみたいな言ってたけど、結構今はねメンバー全員が同じ方向に向かって前を向いてるなって思うから、まあ卒業する私が言えることではないんですけど、なんかこっからの方が多分すごいと思いますね。うん、でぐらい今が一番気をね関係なくね気別関係なく同じ方向を向けてるスタートみたいにもなってるような気がする。そのみちさんの卒コンがきっかけっていう感じもあるんじゃないかなって思いました、私は今日のライブを通して。し私はねすごいみちさんがねあのこれからはその STU48 とかキャプテンっていう肩書きをなくしてやっと普通の今村美月として自分のことを一番に優先してこれから自分のやりたいことを活動できるのが私はすごい嬉しいし、今までのね
本当に大変だったと思うから、キャプテンという、ね、肩書きはすごいね、そっちの意味でも楽しみだなって思いました。みちさんの新たな門出を応援したいなって思いました。うん、きちゃんが卒業したのを後悔するぐらい大きなグループになってほしいですね。もうすでに後悔しかけてるぐらいいいグループですよしかもね、ドレスもねめっちゃ綺麗でね、月をイメージしてたのかな、なんか全体的にコンサートが月、なんかねバック背景とかにバックに月が映ってたりとか、すごいね、ビューティフルムーンやったねこんなんね、名付けた親御さん大号泣しちゃうようなセットだったけど、うん、本当にねめちゃくちゃ良かったです。見てくださってありがとうございました。本当にね、みちさんの卒コンだけど、なんかメンバーみんなが、あ、すごいすごい桜が春です、開花しました、スクショタイムですありがとう小林さん、ちょっと書こうかな、すいません、ありがとうございます。ありがとう、開花宣言ですね。なんか話したいことはいっぱいあるんですよ、今日のことで。みちさんのこともそうだし、まあ、みちさん以外のメンバーとの絡みみたいないっぱい話したいことあるんですけど、ちょっと待ってね、このイベントって今日までなのか、桜の、うわやばい、桜の絵が下手くそすぎる、小林さんすごい、ちょっと2万どんぐりでしたけどもありがとうございます。桜の花が開花しました、開花宣言ですありがとうございました。やばい、桜の絵下手くそすぎる、なんか卍みたいになっちゃった、ありがとうございました。昨日ねちょっとね、私の体調があんまりよろしくなくて配信できなかったんですけど、広島はもう満開、え、満開だった、え、それこそ会場の近くの、そのフェニックスホール国際会議場の近くの川沿い、今日タクシーであの会場まで行ったんですけど、車から見てて花びらあったなので、え、もしかしたらあれかな、あ、すごい、ありがとうございます、ルー、とりあえずルービーさん、ペンギンありがとう、すごいポコポコポコ、はい、ありがとうございますフフフ、虫男さんタワーありがとうございます。桜の花びらたちが咲く頃、ありがとう、ちょっとお待ちください。え、だからもし広島にいる、え、どうなんだ、みんな帰ったかな、やっぱ新幹線の時間あるから帰っちゃいましたかね。いや、いるならちょっと桜見てほしいなって思ったけど、どうなんだろう、やっぱダメだった、もう皆さん帰っちゃいましたかね。ありがとうございます。少々お待ちください。
Thank you for me.虫男さん、桜の木のタワーありがとうございました。なんか私私のルームで桜が一番に咲きましたリアルでの桜はこんな近くで見てないからね。ありがとうございますこばちゃさん綺麗、ありがとうございます。宴会しようお茶しかないけど、お茶と差し入れの、あ、でも武蔵あります。おにぎり食べる？お花見する？もはやおにぎり食べるどうしよう、そうする？ちょ、おにぎり持ってくるわ。花見しよう、みんなで一緒に。ちょっと待っててね。冷蔵庫に入れちゃった。知ってる？ STU のさ、差し入れでいただくムサシってこれなんよ、すごいよ。みんな大好きアイドル STU48、結びは結びの若鳥、すごくない？結びのムサシさんね、いつもね差し入れくれるときね、こういう感じなの。ちょっとね、今日はね本当になんか食べる時間があんまりなかったんですけど、ココアさんとかソラハとかにでみんなでなんか分刻みで結びの武蔵を食べるスケジュールを決行してで、5分でまずおにぎりを食べて、であとの3分で唐揚げを食べて、あと7分で歯磨きをしようって言ってライブ前のエンジン前に食べたんですよちょっとじゃあ先にいただきますね。ちょっと冷蔵庫入ってるからなんで、これがかの有名な広島でいただける結びの武蔵です。沖前公園で行くか、黒弁と武蔵買おうかな。いや、ちょうど今日みっちさんの差し入れお弁当も昼が武蔵で夜が黒弁でした。いただきますじゃあ桜でも見ながらいただきますちょっとね、うまい、これ美味しいですからね。うん、うまっ、うまい。ちなみに昼はもうね、これ1個しかなくて、昼に1個食べちゃったんで、昼は昆布だったんで、これはもう梅です。むすびの武蔵の若鶏の弁当はもう梅と昆布の1個ずつなんで、これは梅です。なんでちょっと酸っぱい。うん、うまい。割ってみせたい。あ、なんかあんまり映えてない梅。あの梅干しじゃなくて、あのすりつぶした梅が入ってるんで食べやすいです。いただきます。うまっ。美味しい、美味しいです。お豚達成おめでとう。うん、ほんとやん、ありがとう。作りますありがとう。どこで見るのかわからなくてね。嬉しゅうございます、ありがとうございます。おかげでショールームであのお花見もできてます。うん、うん、うん、桜餅もありがとう。でね、この結びの武蔵といえば、この伝わるかな、ちょっとごめんなさい、食べさしのお弁当が
でっかい唐揚げなんですけど、これねマジでね気をつけないと矯正器具が外れるからね、結構私は慎重に食べます。いただきます。この時間に食べるもんじゃないんだけど、結構大変これ。大きい、そう大きいんですこれ。しかもね歯ごたえがすごいんですよ。だから私裏側矯正してるんですよ、前歯、前歯っていうかその上の歯をね。だから前歯で噛んだら矯正に影響が出るからなるべくこう下の歯で噛もうとしてるんですけど、そしたら変な顔になるんですでね、娘の胸の唐揚げがなんか硬いところと柔かいところがあって、その歯でどこにその柔らかいところに入れれるかみたいな、そしたら食べやすいんですけど、イカ線矯正してるからちょっと難しくて、なんで唐揚げに苦戦してるおきちゃんを見ててください。これ半分食べてちょっと配信終わったら食べよう。美味しかった。ちょっと失礼します。器具取れないように気をつけて。もう結構器具取れてる取れそう。ありがとうございます。すごいアバター達成したみたいで、サンキュー。これって気づいたけど、気づいたっていうかさっき気づいたんですけど、あれなんですね、10時までとかなんですね取れたら自分で戻せるの。いや自分では戻せないんですけど、邪魔なんで、あの歯のどっかにとりあえず挟んでご飯食べます10時までって知らなかった。ギリギリありがとう。うん、嬉しい。いやあと何話そうと思ったんやけど、もうなんかすごい今日はね、いろんなメンバーとも本当にまあ全員いるからね、その今日はお休みだった壁島ちゃん以外全員いたから、結構いろんなメンバーともうお話できたし、トロブさんとかコッコさんにも久しぶりに会えたし、個人的にはコンサートも久しぶりだったので、うん、すごいね、なんか充実した一日になりました。卒業したメンバーと写真撮った。え、撮りましたよ。ストーリーにトルブさんとの写真載せてます、インスタの。今日本当に SNS が忙しくてさメールも送ったんですけど、もういかにこのスピード重視で切るかってなって、もうストーリーがやっぱ一番早いって思ってストーリーに載せてます。あとは3期だと荒井リアちゃん、もうお決まりが今日もう荒井リア中にメロメロで、リア中と
リアチューが写真撮りたいって言ってくれてて、何回か写真撮ったんですけど、また呼ばれて、そしたらなんか動画だったんですよ、写真だと思った。そしたらさ、リアチューがちっちゃい声でさ、好きでしゅみたいな。え、リアチューってね、なんか新しい発見なんですけど、あのデスじゃなくてデシュなんですよ語尾が。なんかね、すごいの、なんか絶妙なね、甘い具合っていうか、こう小人も違う、なんかね、ちっちゃい声でなんか好きでしゅみたいな、なんかね、え、なんこの子みたいな、キュートアグレッション湧いてくるんですよ。アンピー感、え、そう、なんかちょっとアンピーの無表情バージョンみたいな、好きでしゅみたいな。でね、なんかマイキューのこう手のここをこうやって持つんですよ。え、赤ちゃん、こうじゃなくてこうなんですよ。これがリアチューでこれがマイキューだとしたら、こうもうお決まりメロメロで、デシューみたいな、もううわーって感じ、うわーみたいな。なのに顔は結構大人っぽい系統っていうか、今日美女良かった。めっちゃ可愛かった本当に。ちょっとその動画どっかで出してほしい。マジでジョジが言いました。うん、本当にね、お決まりの推し。そしたらなんかリアチューと写真撮り終わった後に、私もいいですかってでっかい声が聞こえてきて、誰やと思ったら響ちゃんで、ね、もうなんか浜田響ちゃん、なんか初めてちゃんと喋ったけど、あんな体育会系だっけってくらい、いいですか響きですみたいな、すごいあの声量がやばくて、写真いいですか響きですすごい大きくて、で響ちゃん、あの無謀の今日のね、そのコンサートの無謀でナナさんポジやってたからソロがあったんですよね。だからナナさんのところ、あのソロめっちゃ良かったよって言った、本当ですか、全部でかくて、あ、こんな、なんか私の中のイメージはこう美容学生なこうおしゃれさんのイメージだったから、あれ、なんかこんな、なんか体育会系ボイスだっけって思って、確かにちょっとギャルかった、ギャル味を感じた。いや、でもね、ヒータン好きですよ、響ちゃん、ヒータンも好きやし響ちゃんも好き、もうどっちかどっちか名前が、ひびきちゃんも、あっちゃん2号さん、タワーありがとうございます。ちょっとね、書くものがなくなっちゃったんですよね、このどうしよう、武蔵のさ箱とかに書いたら怒られるかな、これとかに書いてもいいかな、こうやったらいけるんじゃない。ちょっともうね、この間ね、終わっちゃったんですよ、自由帳が。箱にしよう、あ、じゅんちゃんタワー投げてくれてた、嘘、ありがとう。じゃあこのお弁当の蓋に書くね。ちょっと大丈夫これ、まあいっかっていうか、なんかおしゃれでいいんじゃない。めっちゃにごさん、タワーありがとうございます、サンキュー。なんかこの桜のタワーにさ沿った感じのさ、趣がある感じしない。でもね、ちょっと下の方は油が、若鶏の油がし、どうしよう、こっちにしよう、裏側にしよう、若鶏の油が染みついて、まあいっか、なんかちょっと頑張ればどうにか、いや裏にしようありがとうございます、桜タワー。私たまにタワー表示されない時あるから、あの
ぜひぜひ教えてくださいね。じゅんちゃん、桜タワーありがとうございます。武蔵のお弁当の裏から失礼します。 Thank you。 もう書くとこがもう本当にここしかないから、この若鶏の油が染み込んでる。どっちが裏なんだろう。裏はこっちです。こっちが表です。あのね、お弁当の箱がね、そもそもね、買った人は分かると思うんですけど、こうなってるんですよ。あの木目、こういう感じ。好きの種聞けてよかった。そう、みつさんがね入れてたんですけど、好きの種、実は好きの種ってあのショールーム選抜の曲で、私も折り目なんですよ。で多分ね、本当に久しぶりに2回目ぐらいに披露できたんですけど、よかったです。1回しかやったことなくて、今まで初めてはあのやってやったし、あのショールームイベントだったので、久しぶりに歌えてよかったです。トロちゃんも出ればよかったね。ね、トロブさんどういう気持ちで聞いてたんやろ。懐かしいってなるのかな。覚えてるのかな、そもそも振りとか覚えてないかも。私ももう全然初見でした。こんなんだっけみたいな。あのメンバーもね、あのショールームメンバーっぽい感じでちょっと選ばれてましたね。リコチがセンターだったりとか、サーヤンがフロントだったりとか。恋は握力の問題。忘れるもんなの。いや忘れますよ。しかもハンドマイク久しなんか初めましてって感じ。握りしめた手のひらを君の前で開いてみる。千代さんと私とあかりんさんとみちさんは折り面のポジションでやりました。確かにあるんだ、そのただのただの好きの種、今はまだまだただの種、めめめめが出るか、花が咲くか、恋になるか、簡単に好きと言えないよ、僕はそんな軽くない、ちゃんと土の中で育てたいんだ、そしていつかは身になれ、君のことが好きだ。もうでも両手は逆にもう覚えてないわ。ちゃっちゃっちゃん、本当にね、ちょっと私もその好きの種を見返したいから、ちょっと明日アーカイブとかで見てみようかなと思います。おきちゃんも卒業したらダンス忘れちゃうのかな。いやでもね、 ST の曲は忘れない気がするんだよね。好きの種は多分1回しかやってなくて、もう 5年ぐらい経ったから忘れちゃったけど、シチューとか夢時間とか多分一生おばあちゃんになっても踊れそうな気がするんだよね。どうなんだろう、忘れちゃったりするのかな。ドラサンコンでは好きな種やらない、好きな種はやらないんですよ。なんかみちさんのでやらなかったら やってたかもしれないんだけど、今回この16人バージョンでできたので、自分的にはもう本当に気合い入れましたよ。もう最後の好きの種やって気持ちで踊りました。楽しかったです。結構本当に一番楽しかった楽曲かもしれない。好きの種を披露したの。本当にありがとうございます。うちわとかペンライトとかも本当にありがとうございました。ドラさん申し込みました。おお、ありがとう、嬉しい。やったぜ。
もうね、しかもなんていうんだ、ミスさんのその瀬取りの考え方がそのすごいっていうか、なんか他のメンバーもこんな楽しかったって言えるような卒業コンサートを作ってくれたのがなんか優しいじゃないけど、まあ本人がやりたくてやったことなのかもしれないけど、私はもうすごいなんか優しいなって思いましたし、本当にねこれからも大尊敬する先輩でございます。楽しかった。セトリ良かったね。ナイストゥーミーチューとか、みちゅさんぴったりやん。そう、本当に調整した。今日何時に終わろうかな。10時過ぎぐらいに終わろうかな。1時間にしようかな。ちょっと待って、何時に始めたか見るね。失礼します。9時13分。あ、じゃあちょうどいいや。10時13分。切り悪いかな。まあ10時13分ぐらい。今日は早いね。そう、明日が早いよ。ぷいー、すまんね。もう私あの卒業前に遅刻しないって決めてるんよ。もうタクシーを使いたくないよ。タクシー乗りたくないよ。来の誕生日イエーイおめでとう。明日で4月ね。なんかみちさんの卒コンとかさ、っていうのは7周年と思ってたけどさ、普通に年度末っていうのもあるよね。年始だよ。なんか仕事とか結構あるんじゃないですか。なんかさ、新しくみたいな、年始からって。なんか新社会人とかだって学校とかも始まるってことでしょ。エイプリルフール。ねえ、頑張ろう。応援してますぜ。入社式がある。うえー、大変。値上げの季節なの。え、そうなん。私ちょっと最近社会の情勢詳しくなくて、値上げするの。おきちゃん的に新年度なんか影響ありますか。いや、あんまり私ないんですよね。あ、でもね、私最近確定申告のね、あのお金が返ってきたからね、もう本当に嬉しくてね、なんかまた爆買いしそうだから止めてください。あの皆さん、本当に私さあ貯金ができないからさ、すぐ入ってきたらすぐ使っちゃうんで、あの止めてください。ヒャッハーってヒャッハー。何買おうかな、私が春から何買おうかなって思ってるから止めてください。そうなんよね。こらーって。一旦落ち着こう。そうですね、一旦落ち着こう。最近でもちょっと嬉しいです。新生活セールとか買っちゃいそう。めっちゃ買っちゃいそうで怖い。今さ、アマゾンとかさ、まあ、特にその引っ越しするからさ、なんかあるじゃないですか。ニトリがめっちゃ安くなってんの知ってる。なんかね、ニトリが在庫処分セールでめっちゃ安くなってるの。でもそれってね、ネットじゃないのかな、多分店舗なのかな。でもさ、今さ揃えたところでさ持っていくのめんどくさいじゃないですか、新生活用のやつって。だから絶対買わない方がいいのに買っちゃいそうで怖い、ニトリとか行ったら。知ってる、ニトリ今在庫処分セールでめっちゃ安くなってるんよ。もうそうだし、
通にアマゾンとか見ててもなんか新生活キャンペーンとかでもう3月31日までとかなんですよ。しかももうそんなん聞いたらさ買っちゃいそうやん。でも私はちょっと一回あの落ち着いて一回かばんでおきますそうなんですよ。いや配信早くやめてアマゾン見てみようかないややめとこやめとこ。例えばどんなものがあったの。ニトリ、え、ニトリ本当にね調べてみて SNS でめっちゃ安くなってるからびっくりしたもん。ってそうなんです。で最近本当にねなんかもう時間もないから結構置いていくものと持っていくものを決めてるんですけど、あのファンレターをね、あの皆さんから本当にこの6年半でいただいたファンレターあるじゃないですか。あれをねなんか整理整頓したんですよ。もう人ごとに分けて本当になんか持っていくのにバラバラだったら持っていきにくいと思って人ごとに分けて本当になんかファイリングみたいな感じでしてでっかいファイル買って、でこの人はここ、この人はここで分厚いやつは分厚いやつで箱に入れてみたいな、したらねマジで見やすくなったすごい見やすい。今まで結構その北順に入れてたりとかしてたからあれだったんですけど、もう全部分けました。なんであのもうきっちり持っていけれます頑張りました。昨日とか一昨日ぐらいに見返すことあるんですか。ありますあります。まあ、基本はね来たらそのまますぐ読んでって感じなんだけど、こういうなんか掃除する機会とかあったらあって思って見てそのまま読んでしまったりとかする。落ち込んだ時とかあと、なんか何気に一番好きなのは年賀状が好きですなんか本当に年賀状ってもう私リアルの知り合いから来なくなったんですよね。もう多分年賀状文化がそんなにないからかな。だからファンの人からしか年賀状来なくて、年賀状のハガキは結構しかも見返しやすいっていうか、すごいよ、牛もあるしみたいな、なんか虎もあるしウサギもあるし、いろんな年の年賀状があります。そんな感じですかね。あと生誕のメセカとフラスタ、フラスタっていうのがなんて言うんだろう、お花、なんか私のお花枯れないからさ、造花だから、それも持ってって新居に飾ろうと思って段ボールに入れました。新居でも飾りたいと思います今年の生誕の紫のやつとか、メセカ見るの見ますよ。見るでしょ、メセカ。たまにメンバーから書いてあってじわじわ来る、これ書いてくれたのかなみたいな。メッセージカード、これもしかしてタワレコとか言って書いてくれたのかな、じわじわってくる、本物なのかなって結構思い出はいっぱいあります。メンバーに書いたことないのあります。メンバーに書いてます。そんな感じでね、なんかファンの方との思い出のやつとかを全部箱に詰めてました。でファンレターだけで結構やっぱいただいてる、ありがたいこといただいてるから結構ね段ボールって感じ、すごいよ。なんか手紙でこんな重くなるってぐらい重いからやばいよ、めっちゃ幸せありがとうございます。
ちゃんと見られてると思うと恥ずかしいですね。そうよ、見てるよ。アニメイトで書かないと。そうなんですよ。絶対今日アニメイト行った方多いですよね。私アニメイトでサイン私だけ書いてないんですよ。本当はね30日に書きに行く予定だったんだけど、本当に体調がね良くなくてね書きに行けなくて、そしたらなんかまだあと2人ぐらい書いてないって聞いてたんだけど、その2人が行ってて、アイコジとココアさんが、私だけ書いてないって。でもね聞いてほしい、私はね行ったのよアニメイトさんに一回行ったの、初日に行ったんですよ。行ったけどその時にまだサインを書く文化がなくて、そのままねあの写真撮ってそのまま帰ったんですよ。そしたらどっからか途中ぐらいからサインを書くのが定着し始めて、そしたら私だけ書いてないみたいになって、うわー行かなきゃ。でも確かにさ、昨日行っておけばさ今日ねみちさんの卒コンとかで広島に来てくださった方が見に来れてたよね。ちょっとなるべく早く書きますので頑張ります、書きに行きます。どうなんでしょう、まあ、言い訳するとね私は一回行ったんですっていうすごいね、すごいよ、私だけないからね。そうなんですよまあまたねちょっと待っお待ちくださいませあの撮影可能タイムの動画とか、あとカメコ STU とかもねあの撮ってくださったと思うんですけど、ちょっとぜひ楽しみにしてますちょっと今日はねもう早く寝ちゃおうと思ってるのであんまり確認できないと思うんですけど、明日ねミシさんのコンサートの振り返りとか改めてなんか文章とかで書きたいなと思いますわ。4月か、春だね。花粉がすごい。皆さんもね、明日から頑張ろうね。来週はお決まい、そう。お決まいの、お決まいだらけですよ。お決まいのフェスと、南さんの卒業公演と、私の、あの私のじゃないお決まりの公演があったりとか、ももちゃんの卒コンがあったりとか、4月も4月でまたねいろいろありますのでよろしくお願いします。まいちゃんの誕生日ある、あね4月4日幸せの日だね。フェス行く、待ってます。明日はフェスのレッスンもしてきます。そうね、まあ4月からね私もとうとう卒業、結構なんか結構いた感じがするんですけど、発表してから申し訳ない。でもねちょっと私的にはねこのお話し会がまだ受付中の時とかにね発表したかったのもあったので、お話し会は無事終わったし、皆さんとたくさん話せたし、みちさんも見送れるし、みなみさんも見送れるし、結構、いい時期に卒業できるかなと思います。頑張ります。ももちゃんは見送れるし出ないけど、4月20日しかないんですけど、20日間ぜひよろしくお願いします。楽しい月にしましょう、今日もありがとうございました。本当にライブ久しぶりのコンサート楽しかったです。とりあえず私はあの卒業までにあの前髪を増やしてちょっと今 薄いし短くなりすぎちゃったので、ちょっと増やしたいと思います。1ヶ月ぐらい切らんときます。
春曲が切ない曲が多いわけだね。なんか最近春の曲めちゃくちゃ聞くけど、なんか別れの曲の方が多いな、出会いの曲より。どっちかっていうと桜がさ、なんか明るいも似合うしさ、切ないも似合う罪な花だよね本当に。黒い衣装に似合ってた。あ、この前髪前髪ね、ちょっと切りすぎたんですよ。めっちゃ頑張ったんやけどね、これが限界だった、セットが。これが限界でした。じゃあそろそろ壇上を読みたいなと思います。ちょっと今日は1時間だけになるんですけど、本当に楽しいね、みちさんの卒業公演もあり、あ、コンサートもあって本当に楽しかったです。ニコ生に見てた、ありがとう。私もあの後で明日とかにアーカイブ見返そうかなと思います。コメントとかもね多分あると思うし、楽しみにしてます。配信ありがとう、こちらこそありがとうございます、見てくださって。いやちょっと私はミスさんのこの写真集でも見ようかな、ちょっとゆっくり見たいから、もっと見たいと思います。3月は楽しかった、ありがとう。こちらこそ楽しい3月ありがとうございました。個人的には結構配信月間にしたんですけど、あ、ちょっと毎日配信はできなかったんですけど、結構ね楽しくいっぱい配信できました。ありがとうございました。もう皆さんは帰られてるのかな、家に。もう着いてるぐらいかな、まだ着いてないぐらいかな。ありがとうございました、広島フェニックスホールでのコンサート。みちさんがねラストの配信あるらしいから、ちょっと見に行こうかなとか思ったり、まだまだ新幹線、あー大変だ。まあそうですよね、6時半ぐらいかに終わって、そうだよね、大変だよね。頑張ってね、ありがとうございます、時間をかけて見に来てくださって。ちょっとみちさんの最後の配信を見ようかなと思います。それでは壇上を読みたいと思います。10歳白熊さん、12位和則さん、11位ササックさん、10位バンボシさん、9位ジェリーさん、8位マカさん、7位スギアンさん、6位まっちゃん2号さん、5位とりあえずルビーさん、4位じゅんちゃんでした。ありがとうございました。スギアン、まっちゃん2号さん、とりあえずルビーさん、ジュンさん、ありがとうございます。そして3位くじのタイゴさん、2位虫男さん、1位がおいちゃさんでした。ありがとうございました。まっちゃん2号さん、くじのタイゴさん、小林さんもすごいたくさんいっぱいありがとうございました。ということでアバターもゲットできたということで、また書きたいと思います。アバターゲットしてください。ありがとうございました。今日はライブも配信もそうですけど、もうゆっくり寝て明日に備えたいと思います。来年も来年度もよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。